ダーと続きやっていきたいと思います。今回ね、顔を出すつもりはなかったんだけど、出してるけどな、この動画で。違うんだよ。なんかこう、パソコンでね、音声を取ると、なんか、変になるんだよね。なんか、今までの動画見たことあるんだけど、大体音がね、つってだったりしょ。それが嫌で、でも、こっちでね、撮った方がね、楽だから、それで行こうかなって。特にね、顔を出してるからって別にね、でもね、これ、なんだろう、ほら、このゲームやってる最中は割かしお音口調が激しいから、ちょっとね、いや、やっていこう。はい。ねえ、各ランクに必要な、見る目とモテ度はこの画面で確認することができます。見る目を獲得するにはダウトパートの成績、装備、クリア、ボーナスの2つの方法があります。何それ何、はい、なるほど、こっからチケットが必要なんだ。前回まではね、何もなく読めてたけど、取ってね。なるほどね。あ、これローディング長いやつだよ。カットするわ、カット。カット。はい。終わった。ローディングが終わって。なんだ愛の形。どういうこと。はい。あ、ユリだ。ユリじゃん。何それ、リアルな話、少女漫画で見すぎなんじゃないの。それが本当なんだって。本当なのよ、ユリ。とある日の夜、私は親友のユリと、ユリしか友達いないもんね、ベタリアンで出場していた。血相の浮気のためでビンタして別れ、親で紹介する男を探すために婚活パーティーに参加。10人の男性と連絡先を交換し、まだまだ全員交換したんだ。結局その後、マザコさんから結婚されてビンタして逃げる。ミンタしすぎじゃない。自然の出来事を発想した頃にはワインのボトルが2本空いていた。漫画みたいだけど全部リアルな話だから。でもユリよりはこのユータちゃんの方が可愛いよね。大学の同級生の可愛いユリはその自分を見せてるだけし、友達がね。イケメンってちょっとなんかね、大学時代は優しい雰囲気というか、こないだあったっていうか、で、明日じゃねえわ、明後日片桐先生とデートするんだけど、え、誰だっけ。ちょっと待ってよ、顔が。ダメ男の傷はイケメンで癒さないとね。それにしてもさ、ビンタって今どきする DV 女じゃないんだから、そのポイントでしょ。ほら、 DV 男ってこと。そうね、ちょっとよしもないこと言って、待ってよ、結婚相手にも潜む危険な男。何雑誌、アンアンの偽物ね。アンアンの偽物。なるほど、こうやってどんどんチケットを消費していくんだね。ってことはあんまり読めないね。めっちゃ行こう。あー、表紙松木だって、松木。いっつも私松本って言っちゃうんだけどね。何その反応。さっきあの人マノコンとこって松木となんだけど。お母さんとお風呂でザブザブ男。そうだね、ぜひとも雑誌に書いた方がいいと思う。DV で付き合ってからも正直らしいよ。裏の手があるのが DV 男の特徴。だからすぐに男に騙されるんだから。なんかさ、アンはね、読むけどだって。読むけど、そうね、でもなんか微
妙な特集多くない？ネクロとかみんなが仮物件だったら結婚かしなくてもいいな。そうね、とりあえずは京都の男はいいよって言ってね。あの候補だよ、あの候補あの前に座れてびっくりするわ。もうベッドと誰だっけ。え、待って、これってさ、いいと思ってたね。昨日は途中で寝ちゃって、ほんとごめん。あ、スタンプかわいい。あ、これがなんかタコネコ、タコネコマンだっけ。タコネコマンのスタンプ、かわいいね。私もあの後すぐ寝ちゃったので大丈夫ですよ。はい。そっか、それならよかった。これ打たせてほしい。さあ、19時でいい食の近くまで車で迎えに行くよ。ありがとうございます。19時大丈夫です。なるほど。こっちもタコネコマン使ってる。この子さ、一番私いいかなと思ったのに、これもしかして DV なの？嫌なんだけど。センスいいかもね。好きなものがあれだとね、いいね。意外と完全に忘れてた。そうだそうだ。ユリ様。まあ友達一人しかいないからね、見捨てられたら終わりだよ。しばらくしてガールズトークも共にガトーショコラとチーズケーキやってて、ガトーショコラがいいな、私は。パティスリー菓子って知ってる？あれ、パティスリー菓子っていたよね。あの、なんかいけすかない男、誰だっけ？あの名前わかんない。名前が全然覚えれないんだよね。どこで聞いたよ。動画して、ケーキだけじゃなくてパティシエも販売もスタッフ全員イケメン。イケメン嘘だよ、ね、すぐそれ。イケメンパティシエ特集、さっきの特集だよ。もう菓子、あー、でも顔見せてほしいよ、思い出せない。例のパーティーにいたんだって。照れたかすぎじゃない？そうだよ、ゆり来ればよかったのに。何の時にケーキを持ってきてくれるって。何、ゆり彼氏いるの？え、何でたまにはいけないよ。わかるわ。参加者にお姉が混じってたんだよね。それどっちがでしょう。女、こんな顔に決まってるじゃんね、そりゃ。そのさ、私の顔見るなり、今日のは運命の日よとか言ってきて、10人との出会いがあるけど、そのうち9人は一つ京都子だとかなんとか照明で流行ってんのかな。結局誰ダウトするんだろう。私がいいと思ったやつだと嫌だな。あんまダウトしたくないよね。失敗しよっかな。あ、なになになに。あの3人の中のどれを倒すかってことよね。雑誌積みすぎちゃう、このテーブルの下の雑誌。調査パート散らかったわ、散らかってるね。友人や会社の人には絶対見せないけど、そのチャレンジだ。ラクな生活を送っている私。着物女、その言葉は私のためにあるのも過言ではない。でも掃除の前に先の子を選ばなきゃ。明日から2日間、2日連続デート。本気でクローゼットを開けたら直してきた。だいぶこれオフできないの？びっくりするわ。でも私はこの上の2人どっちもダウトしたいんだけど、これちょっと食べたいものある？そうね、これとは何でもいいんだけど、それで了解。スタ
と、ちょっともっと可愛いスタンプないのかな。疲れ様。ちょっと伸ばしいらんな。疲れ様です。欲しい。ちょっと飲んでて今帰ったんですけど。よし、帰ったやついいの俺。何そのスタンプやばくない？僕の顔覚えてるよねってさ、このさ、何？この LINE 的なやつのさ、この画像自分の顔なんでしょ？忘れようなくない？何この二人大丈夫かな？今ので1枚消費すんの、びっくりだわ。あ、即してます。いえ、マイページ、マイページへようこそ。プレゼントが届いているので早速受け取りに行きましょう。なんだろう、お詫び体力って何？ゲル出るけど、体力ってなんだろう、体力って。なんと、分かる。体力ってなんだろう。これさ、わかんない、どうなんだ。その日二人は大人人の境界線を越えた。初めては全部俺は嫌です。はい、チケット消費なしでストーリーが出るエントリーするから。なるほどね、わかった。体力っていうのはカードなしでストーリーを読めることがあれなんで、なるほどなるほど。何も時間的にいい感じだし、ちょうどいい感じかもね。5枚使ったぐらいで動画1本がちょうどいいぐらいかもしれない。じゃあ終わろうかな。とりあえず終わろうかな。いやー、ちょっと誰ダウトしようか考えるよ。とりあえずバイバーイ。